第95回武井照彦チャンネルテレラジオ青春野菜、見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日は、何をするかと言いますと、好評につき第4回日本 VS アメリカお笑い合戦、ありがとうございます。前回はですね、まあ東京と、徳島県の同じネタで、それぞれ土地の言葉で漫談をしてもらおう、それと大阪と徳島県やっていただきましたが、今回は日本を飛び越えてアメリカでございます。日本の漫談家武井照彦とアメリカのスタンドアップコメディミスター照彦武井、これで、戦っていただきましょう。それではまずはアメリカスタンドアップコメディミスター照彦武井、意気込みをお願いします。どうぞ。 Hello Freedom Country American I don't vote President Trump I wish the Clinton was President Why? Trump supposed to be hated in a set of Trump cards Trump isジョーカー。なるほど。ブラックジョーク構えしてくれますね。まあ、クリントンがジョーカーということでしょうね。まあ、これね、日本向けに作ってくれたんやと思うんですよ。おしゃべりは。あ、これはね、日本はこう、ババ抜きってあるから、それを言ってるんやと思うんですよね。トランプだけに、ババ抜き、クリントンはババアや、言ってる。怒られるで、クリントンに。まあ、それがね、ジョーカーの方に、まあ、今、トランプさんがジョーカーみたいになってますがね。さあ、それでは、日本の漫談家、武井照彦さん、意気込みお願いします。どうぞ。ようこそ。今、日本が少しちょっとおかしくなってるよね。俺は、安倍総理は支持しないね。なんか自分のことだけ考えてる、なんか透けで心が丸見えだよ。本当に、透けさんだよ。うん。田中角栄みたいな総理大臣また出てこないだろうね。なぜかって、だってもう角さん出たらもう助さん出たし、もうあとないじゃん。なるほどね。安倍総理どうなんですかね。まあ、ああいう田中角栄さんみたいなのはもう出てこないね。まあかなーいうのね。さあ、それではね、今回は日本対アメリカでございます。漫談で、戦っていただきましょう。まずは日本の漫談家武井照彦さん、どうぞ。ようこそ。結論から言おうか。郵便局に行って、あ、そこの80円切っていくらって聞いちゃったよ。これが令和の54歳、どう？意義ある人。54歳の俺どんな感じか教えるね。あのさ、54歳の俺がマックに行ったらどうなるか聞きたい？子供はハッピーセットで大喜びじゃん。若者はスマホのクーポン使うじゃん。お年寄りは席に座って店員が注文聞きに来るのをひたすら待ってるじゃん。その中間、54歳の俺、マックシェイクストローで捨てて中身が口に届くまでに立ちくらみするじゃん。あのさ、54歳の俺が映画館に行ったらどうなるか聞きたい？子供は 4D スクリーンで大興奮じゃん。若者はどのタイミングで彼女と手を握るかドキドキじゃん。お年寄りはやっと席に着いたと思ったらもう映画終わってるじゃん。その中間、54歳の俺、間違って隣の人のジュース飲んじゃったよ。あのさ、54歳の俺が自転車に乗ったらどうなるか聞きたい？子供はお父さんの補助なしで一人乗りができて大興奮じゃん。若者はゆずの歌を真似して彼女と二人乗りして警察に怒られるじゃん。お年寄りは後ろにカゴがついた三輪に乗るじゃん。その中間、54歳の俺、自転車置き場でチェーンロックの暗証番号を忘れてしまって焦って適当に回してたら開いちゃったよ。よく見たら隣の自転車だったよ。そっと鍵閉めたよ。あのさ、
54歳の俺に鶴が恩返しに来たらどうなるか聞きたい？子供は、まだお母さん帰ってきてないからわかんないって出直してもらうじゃん。若者は、写真とちょっと顔が違うからチェンジって言うじゃん。お年寄りは、以前来たオレオレ詐欺の仲間だと通報するじゃん。その中間、54歳の俺、この部屋は絶対覗かないでねと言われて、その部屋を覗く前に出て行かれたよ。なるほど、おしゃれですね。日本の本当の漫談家という感じでございますね。さあ、それでは対するはアメリカでございます。アメリカのスタンドアップコメディ、ミスターテルヒコタケイ、どうぞ。 Welcome. I tell you conclusion. I ask how much is the ATM stamp in the post office? This lady was 54 years old. Do you have any problems?I tell you how to be like me, 54 years old. So, do you wanna hear what happened when I, 54 years old, go to McDonald's? Children get very happy about happy set. Teens use smartphone coupon. Elders.Wait for waitress to take orders at the table. I am middle of these old people, 54 years old. I get dizzy when suck up milkshake before it's reach into my mouth. So, do you wanna hear what happened when I...54 years old, go to movie theater. Children get very exciting using 4D glasses. Teens, heart is something when go to see the good time to hold girl's hand. Elders sit down the seat, the movie is over.I am middle of these people, 54 years old. I drink neighbor's drink by mistake. So, do you wanna hear what happened when I, 54 years old, ride a bicycle? Children get very happy for the first time riding a bicycle withoutTraining wheels. Teens write a double like a song of youth and are yelled by police. Elders ride a tricycle with a basket. I am middle of these people, 54 years old. When I am in the bicycle parking, I forget. Chain lock numbers, I randomly turn them.They unlock by chance. But it was not mine. It was the next bicycle. I quietly lock it. So, do you wanna hear what happened when Tsuru no Ongaishi come to me 54 years old? Children say, I don't know, Mama is not home. Send it back.Teens say change because face is different from picture. Elders call police dating ole ole scam friend. I am middle of these people, 54 years old. Hadn't pick do it it come before saying do not pick. Thank you.ミスターテルヒコタケイ、ねえ、ぜひ、アメリカの方で頑張ってくださいね。ありがとうございます。さあ、いかがだったでしょうか、どちらが良かったか、
コメントください。それでね、これ見てる方で本当にアメリカの方とかね、アメリカで住んである日本人の方とか、どこまで伝わったのかみたいなコメントもいただいたらありがたいなと思います。さあ、それでは武井照彦のベッドで読み聞かせ。どうぞ。あら、まだ起きてるんだ。ママに叱られるよ。ケンちゃんとは仲直りしたの？あ、明日学校で仲直りするの。そっか。きっとケンちゃんは謝ってきてくれる。あ、信じてるんだ。友達を信じるっていいことだよ。じゃあ、そんな君にパパが読み聞かせしてあげるよ。そんな君に読み聞かせする今日の5本は、シン・クロサギ。騙される始まりはいつでも信じた瞬間さ。貧乏人を喰らう貧困ビジネス詐欺師を食え。世に詐欺師は三種あり。人を騙し金銭をむしり取る白詐欺。異性の心と体をもて遊ぶ赤詐欺。そして人は食らわず、白詐欺と赤詐欺のみを食らう史上最強の詐欺師、黒詐欺。父親が詐欺師に責め立てられて起こした無理心中で唯一生き残った黒詐欺は、この世の白詐欺を食い尽くすため、家族を破滅させた詐欺の計画を立てた張本人であるフィクサーと呼ばれる男から情報を買う黒詐欺となった。どうしたの？寝れないの？チャンネル登録、ツイッターフォロー、メールメッセージお待ちしております。高評価、いいね、お願いします。